ラム級仮想巡洋艦は、イタリア海軍が、民間のバナナ貨物船を接種して改装して、運用した、仮想巡洋艦の艦級。本級は、同系艦4隻中ラム3隻のみは現存している。ラムは、イタリアの国有企業、レギア・ジエンダ・モノポリオ・バナーネからの命名である。イタリアが獲得した、植民地の一つである、イタリア領ソマリランドは、 バナナの有産地であり、イタリア植民地省はこの地から欧州に向けて、新鮮なまま高速で輸送できる貨物船を建造することとした。輸送のローテーションを組むために4隻の建造が予定され、要求性能は、モガディッシュからナポリまで、巡航速度17ノットで全工程を、航行可能な巡航能力であった。しかし、 建造途中に、イタリア海軍により1940年10月に、海軍に接収され、それぞれ、ラム1世、ラム2世、ラム3世、ラム4世と名付けられて収益した。これが本級である。ラム1世、ラム3世は、ジェノバのアンサルド社で、ラム2世と、ラム4世は、クルダのモンファルコーネの造船所で建造された。写真は、 本級にも搭載された 12cm 速射砲。本級は元が火脚船であるために武装を搭載する必要があった。本艦の手砲には、同海軍のジュゼッペ・ガリバルディ級装甲巡洋艦にも搭載された QF マークス I412cm 速射砲をアンサルド社でライセンス生産された。 アンサルドモデルズ 1889&189112cm 速射砲を採用した。その性能は、重量 20.4kg の砲弾を、行角20度で 9050m まで届かせることが、できた。単装砲がによる砲身の不行能力は、行角20度、深く3度で、旋回角度は、露天で360度の旋回角度を持っていたが、実際は、 上部構造物により社会に制限があった。装填形式は自由角度装填で、発射速度は人力装填のため毎分後から6発であった。これを棒立てのついた単装砲がで4機が搭載された。近接対空用に同じくブレダ社のモデル1 9 3 1 1 3 2ト、mm、ル機銃を採用した。その性能は一キログラムの機銃台を 行角45度で6000メートル、行角85度で2000メートルの高さまで届かせることができた。不行能力は、行角85度、深く11度である。旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、上部構造物に回を制限された。砲側の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、 補助に人力を必要とした。発射速度は毎分500発である。この機銃を単素砲がで2機装備した。ありがとうございます。